かなり近くまで来たんですけど、道が分かんなかったら、なんか偶然にマッキーさんが後ろから来まして、予告してなかったんですけどね、なぜかマッキーさんが後ろから来て道案内してくれることになりました。助かりました。全然これ絶対一人だといけなかったな。一応地図プリントアウトしてきたんですけど、ちょっとありえないですねこれ。これ俺自分一人だったら絶対行かなかったですね、ここの道だっていう風に多分信じたくなかった。絶対行かないな俺一人じゃ、ここありえないですねこの道は。この道の奥にあるっていうのは多分一人で来たら不安で信じないですね。すげえ道だなこれ。まあ、対向車来たらアウトですね。うわ、俺の車でもちょっときついですねこの道路は、道路というか山道は。いやーでもマッキーさん来てよかった。絶対俺あそこで立ち往生でしたね今のところで。ありえないっすね。とりあえず向かってるのは岡崎トラウトポンドっていうとこです。はい、まあ愛知まで来ました。じゃあちょっと一回止めます。